こんにちは、女性自身チャンネル K スターラバーズ編集1年目の大栗翔太郎です。今回はですね、11月18日に日本でファーストアルバムを出される、ニューイーストの皆さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ニューイーストのミナンです。こんにちは、ニューイーストのリーダー JR です。こんにちは、ニューイーストのレンです。こんにちは、ニューイーストのアロンです。こんにちは、ニューイーストのペッコです。ですね、今回の初めての日本ファーストアルバムで、あの Bridge the World というタイトルですが、あのそこにはあの僕たちの音楽で世界に橋を架けよう、みんなで手をつなごうという意味が込められています。まず聴きどころですね、あのまず全曲が日本のオリジナル曲で、あのライブとかでファンの皆さんと一緒に楽しめる曲もたくさんあるし、あの今あの秋とぴったりなそういう曲もたくさんあるし、はい、あとやっぱり僕の声がそうですね、魅力的なベックさんの声もいっぱい聞こえるし、はい、ソロ曲の、はい、初めての日本歌手としての初めてのソロ曲が収録されてますね。はい、なんか 僕はパフォーマンスより、あの小学生時にあの数学旅行でなんかステージの上で歌を歌ったことがありますが、その時本当に初めてなんかたくさんの人の前で歌うことになって、すごく緊張しちゃってうまくできなかったんです。はい、そうです。僕は小学生の時にオカリナ知ってますか？オカリナという、あ、知ってます。はい、知ってますか？楽器オカリナをステージで、あー、はい、お、それはケスタネチュ、あ、それはケスタネチュですか？これじゃないですか？これはケスタネチュです。これじゃなかった。こんにちは。簡単ですね。こんにちは。ありがとうございますとか、よろしくお願いします。こんにちは。みかんと玉ねぎ。ああ、そうですね。みかん。ペコは僕の家がチェジュドという場所ですけど、チェジュドはおばあさんとおじいさんのたちが日本語をちょっと使いますから、みかんとか玉ねぎは、はい。あ、なんか5歳時か。はいはい、4歳ぐらいに覚えました。僕は、うん、皆さんもありますか？爪切り、はいはい、僕のおじ爪切りですか爪切り、子供の時から僕おじいさんが毎日持ってきてくださいって、はい、その時から、あ、爪切りが何でですかおじさんって、はい、教えなるもらいました。割り箸も、あ、それでは僕は皿かな。皿、お皿。レコーディングはですね、レコーディングはあの練習した時に、初めてあの僕たちの事務所にあの録音のブースができて、その時昔の韓国ですごく人気だったあの男のグループがいるんですけど、 H.O.T. っていう、あ、はい、その先輩のキャンディという曲を練習して録音したことがあります。単純なサランゲ、本当に難しかったですよね、その時は、はい、その後あの事務所の社長さんがあの日本のアーティストウィンズのエブリデイという曲を大好きで、そうですね、僕たちに練習してって言われてから、はい、その曲も録音したことがありますし、はい、ステージはあの同じ事務所の先輩、エプトスクール先輩のバックダンサーとして立ったことが一番最初のステージ。そうですね、はい、そうですね、僕は練習生の時踊るのがめっちゃ好きで、いつも
踊ったんですけど、ちょっとこの足を怪我して3ヶ月ぐらい踊るのができなかったです。そうですね、それが一番辛かった記憶に残っています。어저는어미국에서왔거든요그래서한국처음왔을때한국말아예못했고친구도없었고그리고가족도없었거든요한국에지금도없지만 네근데처음에되게힘들었거든요되게슬럼네슬럼에빠진약간그런시절있었어요저는슬럼프でしたよね そうですね今は大丈夫ですよね、アルさん今は大丈夫ですメンバーもいるし韓国に友達もたくさんいるし、はい、そうですね。ハロウィン、ハロウィンパーティーまだしました。初めてしましたね。韓国はあんまり変身しないですから、はい、面白かったです。面白いですね。みんな変身、ファンの皆さんと一緒に、なんかファンミーティングみたいに、ファンの皆さんもなんか。か真似してきたり僕たちもなんか一人ずつなんか決めて例えばドラキュラとかジョビーケース僕は初めて主人になりました初めて、はい、主人似合いましたね、はい、寂しいですけど似合いました、はい、今年は日本でいろんな活動をしながら日本のファンに会えて本当に嬉しかったです、うん、それで次は韓国でアルバムをちょっと作って韓国にいる人たちにも聞かせることができたら嬉しいなと思ってまず1は韓国でアルバム2はまた日本に来て日本のファンと会いたいです今年が本当に日本のファンと会えて嬉しいな今年になって本当に幸せでしたそれで来年も幸せな感情を感じたいで す, そ, うです、ね、それが2つ、うんはい、はい。それでは担当お願いします担当じゃないですけどはい、はい、世界で一番綺麗な僕たちのファンの皆さんいつも僕たちの隣で一生懸命頑張って応援してくれて本当にありがとうございます僕たちもいつも一生懸命頑張りますのでぜひ応援よろしくお願いします本当に大好きです来年もよろしくお願いしますよろしくお願いします大好きです本当に好きだよはいそれでは以上 Urban Electro Band Deuce でしたありがとうございますバイバイ